横浜みなとみらい21みなとみらいビジネススクエアみなとみらいビジネススクエアは横浜市西区のみなとみらい地区にある高層オフィスビル事業者の東京会場日動火災保険が自社使用するほかオフィスや店舗のテナントも入居しているみなとみらいセンタービルや MM パークビルが並ぶ33階区の帰宅確に、 位置しており、港未来線の港未来駅とも直結している。2004年8月竣工翌月の9月に開業した。同地区でオフィステナントの入居を前提としたオフィスビルの開発は、1997年に竣工したクイーンズスクエア、横浜内のクイーンズタワーや日赤横浜ビル以来である。建設中の段階では、ユートビルと称していた。 一階エントランスには、地下一階からの吹き抜け空間にブリッジがかかっている。また、オフィススペースとリフレッシュスペースの照明色温度を変えることで、当ビルにおける夜間の景観に変化を持たせている。事業者である、東京会場、日動火災保険の営業店やサービス拠点を、はじめとして、当ビルの多くのフロアには、東京会場グループ、関連会社の事業所や営業店、 代理店などが入っている。また、この他にも、テナントとして、オフィス、店舗が入居している。2014年6月に、東ビル13.14階へ、本社オフィスを移転した A ボンプロダクツの事業計画は、横浜市の企業立地促進条例に認定されている。本節では、東京会場グループ及び、関連会社の事業所や営業店、代理店などを除いた。 主なテナントについて列記する。AAB2020 年7月時点の本社所在地は本店がある東京都港区新橋151となっている。ありがとうございます。